点に恵まれました甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番、表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはタイガースの先発、才木が甲子園のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？打ちました。取った。一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている楠本。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー、才木、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。これはどうだ？アウト、ツーアウト。バッターは3番佐野。ツーアウト、ランナーありません。この回の才木、3球でアウト。効率のいいピッチングです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。これが2球目。アウトコースへ決めました。ノーボール、ツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウト。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？そうですね、一番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの一番バッター注目しましょう。初球ボール。さあ2球目は何か。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンド、ヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト、ランナー2塁です。さあタイガース、先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいです。打ちました。これはショートライナー。さあ、そしてバッターボックスには近本が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。さて赤星さん、バッターの近本、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか？そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。うん、そうですか。手が出ません。三振。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。さあ、そして打席には大山が入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですから、やってくれるんじゃないでしょうか。さあ、2アウトながらチャンスはまだ続きます。なんとインサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャン2回の表ベイスターズの攻撃。バッターボックスは4番牧。タイガース、得点に動きはありません。0対0で初球打ち、打球は左中間へ、レフトが取りました。打順は5番宮崎。才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。いや、素晴らしい球ですよね。はい、低めのストレート、ストライク。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクです。
豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスには6番ソト。2アウトになっています。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。インサイド左中間へ打球伸びる。大山が掴んで3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0-0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番原口。タイガース0-0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。緩いボールを持ってきました。変化球空振り、ワンアウトです。6番バッター佐藤東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、よく取った、アウト、スーパープレイ。ここはファイン。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。バッターは7番に入っている木浪。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコース決まった、引っ張った、外、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走ってるように見えますし、非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。切れてますね。はい、ノーボールツーストライク。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。引っ張った、取りました、一塁へ、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。次はピッチャーの打順ですが、先発の東がバッターボックスに入ります。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。取りました、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスター赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。2球目打ちました、ヒットレフト弾く、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、そしてバッターはピッチャーの才木。ここは送りバントでしょうね。はい、さあ送ってくるか。バントしました、東、アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。赤星さん、この中野対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、やはり左ピッチャーは苦手ですよね。左に対しては体が早く開いてしまう傾向がありますね。ああそうですか。低めいいところに持ってきましたが外れます。
外の低め見極めます。ストライク入りません。あっと真ん中決まった。打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース、さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。さて赤星さん、バッターの糸原、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、高め打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。ホームに送球。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。初球から際どいコースをついてきます。インコースの変化球見ています。ところに決まってますよね。はい、変化球が決まっています。ワンボール、打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガースなおも2塁1塁のチャンスです。さあそしてバッターボックスには大山が入ります。さあなおもチャンスの場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。思わずバットが出たような形です。ワンボールツーストライクです。外の低め見極めます。空振り三振、タイムリーとはいきません。赤星さん、この原口対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左に弱い傾向がありますよね。ああそうですか。カットボール見送ってボールです。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。これが4球目。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。しかしこの回タイガース先に点を取りました。3回終わって2対0。 4回の表 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。桑原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースリードで迎える4回です。高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウト。まず何を投げてくるか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。3番バッター佐野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボールツーストライク。打ちました。ファウルになります。変化球空振り。3アウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。6番バッター佐藤、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。
赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。引っ張った、これはどうか、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは7番木浪、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、引っ張った、ヒットになった、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね、はい、併殺狙い、インコースに攻めてきました。3球目は何で来るか、ストライクになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、送ります。取りました、ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。さあ、バッターボックスには先発の才木が入ります。まあ、ここは白星もかかってますし、初球打っていった、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット。さあ、チャンスを広げていきます。初球は何から入ってくるか、最初は変化球できました。変化球打った、飛びついて掴んだ、いいプレーを見せました。これで3アウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、タイガー5回の表。小宮山さん、ここまでピッチャーは一人のランナーも出していません。パーフェクトピッチングです。まあそうですね、とりあえずここまでは素晴らしい内容ですよね。インコース詰まりました、原口が抑えています。ワンアウト。バッターボックス宮崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが才木、そしてベイスターズが東、この2人の投げ合いとなっています。さあ、マウンド上の才木、まだ1人のランナーも許していません。いやー、小宮山さん、ここまで素晴らしい投球してますよね。今日の投球見てますと、打てる球っていうのはあまりないんですよ。さあ、この後のピッチング注目しましょう。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、タイガース得点圏にランナーを背負った場面です。リードした状況でこういった要所を締めるのは大事ですからね。うん、そうですよね。さあ、そのマウンド上の才木、この状況にどう対応してくるか。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、切れました、ファウルボール。次が5球目、外のボール打った、ここは打ち上げています。掴んで3アウト、反撃は許しませんでした。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが、非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしてる展開ですから、まあ慎重にですね。そうですよね。インサイド見送っています。アウトコース見送っています。打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。さあ、そして打席には近本が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、ショート取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。つなげたい場面でしたからね。
まあただね、次が彼ですからどう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。ええ、その期待に応えてほしい大山がバッターボックスです。変化球打った、サードの左、ひょどいタイミング、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには原口が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。右中間へ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。3対0。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。バッターボックスは6番佐藤。タイガースこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。打ちました、いい当たりだ、ライトセンター追いかける、ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。追加点が入りました、タイガース5対0。見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。打席には7番バッター木浪。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をして、引っ張った、マキ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。5回終わって5対0、タイガースのリ。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。このチャンスの場面、弾き返すも外野へのフライとなります。先制とはなりません。3回の裏、得点圏には先制のランナー1番中野、右中間へのタイムリーヒット、タイガース先手を取ります。続く攻撃、ワンアウト一塁三塁のチャンス、迎えるは3番近本。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。5回の表、ピンチの場面だったんですが、ヒヤッとしましたが外野フライ、ここはしのぎます。裏の攻撃、2アウト2塁の場面、迎えるは5番原口、センターへ運ぶタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます、2アウト1塁の場面、6番佐藤、初球から狙っていました、タイガース2点を追加します。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、8番バッター大和、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース大きく点差をつけて6回を迎えています。打ちました、ヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。バッターボックスには代打の柴田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。2球目打ちました、ヒットになりました。
センターの前で落ちました。打順は1番に帰ります。バッター桑原、大きくリードしてますから、まずは1つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。次が2球目。あっと低めいっぱい、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ピンチの場面、見逃し三振。ワンアウトランナー。バッターボックスには代打のオースティン。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね。インサイド、打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは3番佐野。まあタイガースとしてはこれだけ点差があるんで、気持ち的に楽にピッチングできます。打ちました。中野が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。5対0、タイガースがリードしています。6回の裏、バッターボックスは8番梅野。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の才木がバッターボックスです。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。初球打ち、さあどうだ。レフト線を深く上げるヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット、ワンアウトランナーに。さあまず1球目、打ちました。取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。打順は2番糸原。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここもアウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。タイガースサードランナー残塁に終わっています。小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあそうですね、非常にいい感じで投げれてますから、まあ、最後までという感じになってますかね今。そのベンチの期待にぜひ応えたいピッチャーです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウト。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。変化球、タイミング合いません。高めギリギリです。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。アウトコース見送ってストライクです。インコース決めてきた。あっという間にツーストライクです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。峰井、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウト二塁一塁。これが1球目、ファウルになります。打ちました、いい打球だ。満々中、左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、1点返しました。 DeNA ベイスターズ、左中間へのタイムリーヒット。5対1、タイガース。なおもバッターボックスには代打の太田。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ファウルです。ここは決まりました、見逃し三振です。三振を奪ってピンチを脱しました。7回の裏、タイガースの攻撃です。そして赤星さん、打線がつながっている時というのは、やはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。気持ちの部分で相手よりかなり真ん中打ちました。これはセカンドライナー。4番バッター大山、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。
初球は変化球から入りました。高めスライダー外れました。空振りになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。初球は変化球当たりません。これが2球目。2球目打ちました。左中間に大きな打球。この当たりはどうか。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。ここで追加点を挙げて勝負を決めたいですよね。なるほど、そうですね。まあ彼は逆方向にも打てますから、相手からすると嫌なバッターですよね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。空振り三振。8回の表 DeNA ベイスターズ、打順よく1番から始まります。バッターは桑原。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。タイガースリードで迎える8回です。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。引っ張った。ここは打ち上げています。これは平凡なレフトフライ。レフト掴んでワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックス佐野。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回の才木4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。よく見ています。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回の裏に入りました。7番から始まるタイガースの攻撃。木浪がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。大和アウト。ワンアウトです。バッターボックス梅野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース、これは外れます。さあ4球目は何か。ナイスボール。外のストレート、空振り。力のあるボールでした。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。これが初球。初球ボール、真ん中に決めてきました。
ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。ああそうですね。これは低いところに持ってきました。ボールになります。3ボール2ストライク。見逃して三振です。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。さあ初球は何か。引っ張った。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガー最終回のマウンドに立つというのは小宮山さんやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね。もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じになりますからね。なるほど。これから9インサイド決まっています。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。センターが取りました。バッターは5番宮崎。先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ボールになります。打った。このフライはどうだ。落ちるか。取ってツーアウトです。バッターボックス外。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたい。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。タイガースが見事勝利を収めました。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたからチームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったタイガース大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。